皆さんこんにちは、ミステリー小説専門ブックチューバーの阿部氏です。本日のテーマは社会派ミステリーって何です。今回はミステリーの豆知識、関連作品やその歴史などを紹介しながら社会派ミステリーについて解説していきます。はい、今回紹介するのは社会派ミステリーについてです。本格ミステリーと同じく、以前の動画からなんかもう皆さん知ってますよね的な感じで社会派ミステリーって使ってきたんですけど、もしかしたら社会派ミステリーって何って思われてる方も多いと思います。まずこれはミステリー小説のジャンルのことです。でも本格ミステリーと比べると少しイメージしにくいかもしれません。以前視聴者さんからいただいたコメントでも、社会派ミステリー少し興味はあるけど選び方がよくわからないというコメントをいただきました。社会派ミステリーはどんなジャンルかというと、なぜその犯行を実行してしまったのかという、英語でいうところの Why を重視した作品のことです。ちなみに本格ミステリーはどうやってその犯行を実行したのかという How の部分を重要視した作品のことです。以前の動画で本格ミステリーについても解説しておりますので、ぜひそちらの動画を見ていただけると嬉しいです。でも今回は社会派ミステリーに絞って解説を続けていきます。社会派はホワイを重視、先ほどもちらっと説明した通り、描かれる犯行の何を重視するかによってカテゴリーが分けられます。社会派ミステリーはなぜその犯行を実行したのかという、なぜホワイの部分を重視した作品のことです。例を挙げると、犯人はなぜそれを盗んだのか、なぜ犯人はその殺人を実行してしまったのか、などなど、そんな感じです。一概にこれって一言で言うのも難しいし、言葉でね説明するのってすごく難しいかなって思うんですけど、社会問題など社会性のあるテーマを取り扱った作品とイメージすると少し分かりやすいかもしれません。貧困などといったお金に関する問題、公害といった環境問題、また社会制度についてや、あとは特殊詐欺、薬物問題などの犯罪、そんな感じで扱われるテーマは本当に多岐にわたっています。その事件が起こってしまった背景、そのなぜの部分が社会性のあるテーマとか問題に由来していて、その事件の真相が明らかになった時に、その犯人が実はすごく壮絶な人生を歩んでいたっていうことが判明するみたいな、そんな感じのことが最後にわかるみたいなイメージですね。このように事件の犯人宛てとかトリックといったものを推理するというよりも、その事件のリアリティを重視するといった作品が多いです。そんな作風が多いのですが、事件の真相を推理していくっていうのは本格ミステリーと一緒です。続いて社会派ミステリーの歴史です。社会派ミステリーは本格ミステリーよりも後に盛り上がりを見せたジャンルです。戦前戦後の、江戸川乱歩作品だったり、あとは横溝正史作品の、本格ミステリーブーム、本格ミステリー万歳みたいな、そういった雰囲気がある時点を境にもう一変してしまいます。それはある作品が登場したからなんですけれども、その作品とはこちら、松本清張の天と線です。1958年に登場したこちらの松本清張天と線が当時大ベストセラーになって、本格ミステリーが優勢だった当時のミステリー界が一変してしまいます。あまりの劇的な変化に清張以後という言葉も誕生。こちらの点と線が社会派ブームの火付け役となり、もともとは一部の愛好家たちだけのものみたいな感じだったミステリー小説が一般の人たちへと広がっていって、読者の裾野がどんどん広がっていきました。ただ社会派ミステリーがどんどん誕生するということは、裏を返すと社会に対する不満だったり、そういった社会問題がたくさんあったということでもあります。戦後復興とそれに続く高度経済成長、その時期に多くの作品が発表されましたが、その陰で苦しんでいた方はたくさんいたということかもしれません。続いて1980年代に入ると、今ではおなじみとなった宮部みゆきさんや東野圭吾さんが登場します。東野圭吾さんの初期作品といえば本格ミステリーというイメージが強いですが、最近では社会派ミステリーの作品を多く発表されています。はい、1ヶ月東野圭吾生活で読破したこちらの白夜行も有名な作品です。はい、こちらの石田優さんの池袋ウエストゲートパークシリーズを読むと、平成の社会問題を総復習することができます。当時話題になっていた時事問題などもバンバン盛り込まれていて、個人的にはとても好きなシリーズです。はい、第47回江戸川乱歩賞、高野和明さんの13怪談もおすすめです。また近年の海外ミステリーブームの一つの北欧ミステリーでは、社会派ミステリーが多いという特徴があります。こちらは社会に訴えるための小説という意味合いも強いそうです。北欧ミステリーだったら未読のねミレニアムとかも気になるし、国内作品だと最近は罪の声がとても気になっています。はい、こんな感じでいろいろと関連作品を紹介してきましたが、本格ミステリーと社会派ミステリーでは本当にね、もう全然違うというか、大きく作風が異なってきます。
普段は本格ミステリーしか読まないよという方もぜひ社会派ミステリーも手に取ってみてください。はい、というわけで今回は社会派ミステリーについて解説してみました。社会派ミステリーについても一概に一言で言うのは難しいと思うんですけど、今回の内容を一言でね、もうざっくりと説明すると、社会派ミステリーとはなぜ英語で言うとホワイの部分を重要視した作品のことで、リアリティが大事っていう作風のことです。実体験として作品を読みながら、少しずつ自分の中で社会派ミステリー感を作ってきたという感じがあります。なので、今回紹介させていただいた関連作品などを読んでいただきながら、社会派ミステリーってこんな感じなのかなってことを感じ取っていただければ嬉しいなと思います。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。